Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. ニュースや世間の気になる話題を様々な角度から読み解いていきます。えー、さて、毎月最終金曜日はこの歌詞がすごいということなんですけども、いや毎月ね、1ヶ月って本当は早くやってまいりますが、はい、今日で3月も終わり、明日から新年度ということになりますが、うん、今日のこの歌詞がすごいテーマは、九段下の歌ということなんですが、 えー、これはどういうことなんでしょうかね。おはようございます。がたなさんおはようございます、はい。おはようございます。いや、そうですよね。なんでって思われますよね。<う> <laughs> はい、あのお二人はご存知だと思いますが、うん、あの福岡の方はあまり馴染みがないので、まず九段下から説明します。と、はい、あの皇居の近くの地名で、うん、最寄り駅は地下鉄東西線の九段下駅です。うん、東京の桜の標準木あの開花宣言の目安にある桜は、あ,はい、あのこの駅からほど近い靖国神社の境内にありますよね。うん、はい。 東京はもう今、桜が満開というかもう散り始めですが、うん、あの九段下界隈にはこの靖国神社だけじゃなくてあの皇居のお堀に沿った千鳥ヶ淵にもね、ここおよそ260本の染吉イがあって、まあ、都内有数のの花見の名所ですよねごめんなさい、前置きが長くなりましたが、うん、その九段下にあるもう一つの名所が武道館でして。はいはい うん、で実は4月の初め、武道館では大学の入学式が次々に執り行われます、うんはい。今年は2日の東京電機大学を皮切りに、3日が法政、7日が明治、8日が西大など、9校予定されてて、と、まあ、りが12日の東京大学なんですが、はいはい。ということで、1曲目はこの歌です、あのご存知武道館を歌った最も有名な歌ですね。<laughs> すねはい はい爆風、えー、スランプの大きな玉ねぎの下で遥かなる思いですね九段下駅の発車メロディーでもあるので、うん、武道館で入学式を迎える大学生の皆さんはきっと聞くことだと思います、はいうん、作詞はサンプラザ中野さん1989年時代が昭和から平成に変わる年の歌です、うんはい、タイトルの「大きな玉ねぎ」は武道館の屋根の上にあるギ母シのことで あれ確かに玉ねぎに見えるんですよそうそうよく言えてみようなるほど玉ねぎだなと思いましたもんねはいで以来あの存在は全国に知れ渡るわけですけれどももう一つこの歌が果たした大きな役割は文通という昭和の手紙文化を今に残したことだと私は思います冒頭に出てきましたよねはい歌詞の冒頭に出てくるペンフレンドという言葉ねあのネット時代の今は考えられませんが あの私が中学生くらいまではまだ雑誌にペンフレンド募集しってあ<ー>、はいたりて例えば吉田拓郎大好き少女ですとか<ー>男子校テニス部員ですテニス好きの女子の方とか文面から相手を選んで編集部宛に手紙を送って、うん、そこから文通が始まったりしてましたね、うんはい、でおそらくこの歌に描かれる2人も同じミュージシャンのファンで、うん、歌詞にある通り 若すぎるから遠すぎるから会えないから会いたくなるのは必然で貯金箱を壊して彼女に武道館のコンサートチケットを送るわけですよ。う 貯金箱ですよ。しかも貯金箱ね。割らないとお金が出せないの。陶器の。多分豚さんですかね。豚さんですね。ね<え>はい。で続く歌詞。<は>定期入れの中のフォトグラフもそうですけれども、は,<ぁ>はい。もう50代以上の方もう涙ちょちょぎれるほど懐かしい <laughs> ちょちょぎれるも懐かしい <laughs>、ね。ちょちょぎれるも懐かしいですね。うん、<laughs> はい。そして初めて君と会える。 っていう期待に、うん、九段下の駅から武道館に続く坂道を上る視線の先に武道館の玉ねぎが夕日に染まって輝いているっていうここまでが一番ですねところが彼女は来ない、うん、チケットを送った返事には多分楽しみにしてますとあったはずなのに、うん、コンサートが始まっても隣の席は空いたまま走り、うん、は君のための席が冷たいってありますけども、うん、ここまでが二番、うん、そしてついに彼は アンコールの拍手の中武道館を飛び出しますうん、うん、一人で涙を浮かべてで行き道はねあんなに弾んだ気持ちだったのに、うん、帰り道はうつむいた視線の先に見えるのが千鳥ヶ淵の水面に映る月です、うん、そうして振り向いた空には諦めきれないんでしょうね <laughs> 武道館の玉ねぎが光っていたという、うん、まあ、わずか数時間の物語なんですけれども、うんうん それがその全ての情景と彼の心情が手に取るようにわかるから、この歌は時代を超えた普遍性を持ち得たのだと私は思います。はいえー、余談ですけれども、私、なんで彼女が来なかったのか考えたんですが、はい ただまあ普通ですね、年頃の娘さんがですね、会ったこともない男と夜のコンサートに出かけると言ったらですね、<laughs> 普通は止めますね。<laughs> まあ親、ね、今の時代なら、うん、はい。ね、今の時代はなおさらだと思いますけれども、だって言ったら怪しい親父かもしれないわけですよ。うん、そうですよね。 でもしくは、彼に送っていたのは友達の写真だったとかですね、うん、会えないとかですね、そんないろんなことを想像できるのも、まあ、この歌の楽しみ方の一つですね。では、もう一曲あの、九段下に縁のある歌を、こちらはあの冒頭お話しした千鳥ヶ淵の桜の風景、これ歌った曲です、はい。お聴きください、この曲です。 はいごめんなさい、またユーミンです。でも、あの本当に優れた歌詞で、私は個人的にですけれども、あまたある桜の歌の中で、この降るときが最高傑作だと思ってます、はい、はい、で舞台は、かつて千鳥ヶ淵に実在したフェアモントホテル、この1階にあったカフェで、まあ、ユーミンも訪ねたんですね。 で残念ながらこのホテル残、えー、と老朽化のために2002年に取り壊されて、うん、今は超、もう超超高級マンションになってるんですが、うん、ちなみに最も高い部屋の分譲価格はですね、13億5000万だったそうですすごいですね。先ほど、大きな玉ねぎの下での歌詞は、数時間の物語だと言いましたけれども、はい、こちらは1年です。 主人公の女性が季節ごとに同じホテルのティールームを訪ねて窓の外を眺めながら通り過ぎた日々と帰らない人に思いを馳せるというそういう物語です、はい、ではあの歌詞を読み解いていきます、はいはい、冒頭登場するのは窓際の席に座る老夫婦です仲むつまじく膨らみだした桜のつぼみを眺めていますのどかな風景ですけれども、うん、この歌がね収録されたアルバムタイトルを考えるとこの 退避には深い意味が宿るんですね、うん、人生を終えようとしている2人と膨らみ出したつぼみっていう対比なんですがアルバムタイトルはリ・インカネーション日本語で言うと輪廻転生なんですという対比なんですね。うん、でさてあの桜のつぼみが膨らみ出す頃ですから東京だとまあ3月の初め2月の終わり、うん、そのぐらいですけども風は,風はまだ冷たくて。 えー、桜並木はは枯れ子立ちですす歌詞はこう描きます、うん、薄火の差す枯れ子たちが桜並木であるのを誰もが忘れていても何も言わず、うん、やがて花は咲き誇りかなわぬ思いを散らし季節はゆくこれまるで桜に意志があるかのように、うん、美しいとめでられるのは花の季節だけでも、うん、じっと冬のた寒さに耐えて花開いてさでも咲き続けたいたいっていう願いを散らして季節は変わる。 あえて擬人法を使ったのはおそらく人の一生もそうだという,ういでもまた新しい咲き続けたい、ねうん、けれどまた新しい命が生まれて繰り返されていくんだっていう安尿だと私は思います、ねはい、で彼女が輝いた季節はいつだったんでしょうねでもその時にこのティールームでほほえみあった人はもういません、うん、歌詞はこう続きます 二度と来ない人のことをずっと待ってる気がするティールーム、水路に散る桜を見に、寂びれたこのホテルまで。で、次のフレーズだけ、歌は転調してですね、季節の移ろいを伝えます。うん、夏から秋にかけての同じ千鳥ヶ淵の風景です。はい、真夏の影、深緑にペンキの剥げたボートを浸し、秋の夕日、細く長く、カラスの群れはぼんやり、スモッグの中に溶ける。 という歌詞なんですが、うん、この何気ないこの歌詞がすごくてですね、うん、実はそれはですね、あえて美しくないものを歌に挟んだことです。天気<ー>、はい、のハゲたとか、そうなんです。うん、はい、そうなんです。<laughs> あのご存知のようにあの千鳥ヶ淵の水って夏は緑色に濁りますよね。うん、であの枯葉ボートも暑さで乗る人もなくて、うん、ペンキがハげてて、で水面に映る影はだから深み緑の色になります。うんうん、でまたあの 秋の夕日の中を飛ぶのはカラスってなってますけども、うん、それもスモッグの中に消え去るわけですよ。美しい鳥の象徴ではないですよね、ないですねで。しかもスモッグの中に消えますからね。でも、このリアルさが歌に奥行きを与えてで、さらに桜の季節の美しさを際立てるんですよね。うんはい そうしてこの歌で唯一彼女が思いの丈をぶつけるのが次の歌詞でして、はい、どこから来てどこへ行くのあんなに強く愛した気持ちも憎んだこともっていう歌詞で、うん、けれどそれすら今は昔っていうふうに閉じて視、うん、点は再び静かなティールームに戻ります、うん、で、えー、最後の歌詞なんですが私がとりわけすごいと思うのがこの部分でして、うん 4月ごとに同じ席は薄紅の砂時計の底になる空から降る時が見えるさびれたこのホテルからっていう歌詞でして、うん、この散りゆく桜が見えるこの席をですね、はい、薄紅の砂時計の底って例えて、うん、で空から降る時が見えるっていうんですが、うん、歌のタイトルの「降る」はですね、うん、経験の形、うんはい、つまり時間が経つという意味で「降る」を使ってるんですけれども。はいはい 最後のフルは落ちていく意味のフルの漢字が当てられてるんです、ね。雨が降るの降るですね。フルですね。だからつまりここね、掛け言葉になってるんです。タイトルとここの部分がですね。だから鉄刀鉄尾完成度が高くてですね、これユーミン20代で書いてるんですけれども、後でこれいつ書いたんだろうって年代見てですね、ーええと思って私ももうとことん、あ 作詞かなんて無理だったと打ちのめされた歌詞です <laughs>。<laughs> <laughs> はい。あの、これ本当に、えー、と深い歌詞なので、はい、ぜひですね、はい、歌を聴きながらですね、歌詞カードを読まれてん読んでみていただければと思います。はい。今日は以上、九段下の歌2曲でした。はい。 深い,いですねリンカーネーションってアルバムは多分ねカセットテープで僕買ってたような気がしまするんですけそこまで深くね<ー>考えたことなかったのであ,あまりこうそ,そんなにきああっ古 振るなんです私、この曲、そんなに聴いたことがなかったので、うんそうなんですね、あれ隠れた名曲ですね。さす、うんね、が、中さんですね。うんいやひょっとして作詞家になってたら、もっともっと成功してたかもしれませんよ。い,いえ、もうこれ, <laughs> これ読んで、あーって絶望しました<あー> <laughs> ね。 はい、ということで、えーはい、今日はですね「九段下の歌」ということで、えー、2曲紹介していただきました、えー、元三田毎日編集長が田中秀一郎さんのこの歌詞がすごいでしたどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございました樋口清とです僕がしゃべる「我思うゆえに我あり」がラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗江アナと喋っています「固定観念」や「既成概念」をぶち壊すポッドキャスト番組「我思うゆえに我あり」是非お聴きください